お金とピストル、夢の旧作泥棒がケチンボの家へ入ってピストルを見せて、お金を出せと言いました。ケチンボは、ただお金を出すのは嫌だ。そのピストルを売ってくれるなら1000円で買おう。お前は私からお金さえもらえば、そんなピストルはいらないだろう。泥棒は考えておりましたが、とうとうそのピストルを1000円でケチンボに売りました。 ケチンボは泥棒からピストルを受け取ると、すぐにも泥棒を撃ちそうにしながら、さあ、そのお金ばかりでない。他で盗んだお金もみんな出せ。出さないと殺してしまうぞ。と怒鳴りました。泥棒は腹を抱えて笑いました。あへへ、そのピストルは表のピストルで、撃っても弾が出ないのだよ。といううちに、表へ逃げ出しました。ケチンボはピストルを投げ出して、泥棒を追っかけて、 往来で特組合を始めましたがやがて通りかかったおまわりさんが二人を抑えて警察へ連れて行きました警察でいろいろ調べてみますと泥棒がもらった千円のお金はみんな偽物のお金でピストルはやっぱり本物のピストルでした二人とも牢屋へ入れられました